ではヒーローインタビュー、山岡投手です。バファローズファンの皆さん、お待たせいたしました。ヒーローインタビューです。今日のヒーローは7回無失点の好投、山岡投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。振り返ってみて今のお気持ちいかがでしょう。まあ、序盤ちょっと、球数使ってしまいましたけど、後半につれて、まあ、ゼロに抑えることができてよかったです。ご自身2連敗からの2連勝、その点どうでしょう。そうですね、前回、いいピッチングができたので、これを続けていければと 思って今日臨みました。チームは連勝です。これからオリックス、意気込みお願いいたします。連勝を続けていきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。今日のヒーローは山岡投手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。今シーズンの2勝目をマークしました山岡大輔です。そうですね、自身2連敗から、まあ、前回とそして今日勝ちまして2連勝ということになりました、はい、山岡です。まあ、バファローズの方もこの2年目の山岡、そしてルーキーの田島、昨日の西もそうですけれども ね、そうですね、投手陣、タレントたくさんいますねそうですね、そして金子千尋と、はいはい、いう中で今日は山岡が素晴らしいピッチングを展開しました。7回までゼロを終えて、そして8回吉田和正、9回澤田という3人の投手リレーでした。なおこの後放送ですけど